アメリカ人女性による日本の唐揚げにまつわるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、パーソナリティのあこです。今回はちっぽけなフライドチキンね。お肉大好きアメリカ人が日本で唐揚げを食べた結果の話題です。海外、世界一美味しい鶏肉のフライ料理。心もお腹も満たしてくれる日本を代表する料理、揚げ物。そんな揚げ物の中でも、揚げ物といえば唐揚げと思う方も多いのではないでしょうか。家庭料理としてはもちろん、居酒屋やコンビニなどいろんなお店でも食べられますよね。タルタルソースやネギダレなど様々な味付けで楽しめるのもポイントのようです。特にアルコールを飲むときは唐揚げは必ず必要と思う人も多いのかもしれません。ビールに焼酎、日本酒などなど多くのお酒との相性も抜群のようです。唐揚げは日本人に大変愛されていて、まさに日本人にとってのソウルフードだと言えますよね。近年では唐揚げの持ち帰り専門店も多く出店してきているようです。今回ご紹介するのは、そんな日本の唐揚げを初めて食べたというアメリカ人女性によるエピソードです。彼女は初めて唐揚げを見た時はとても驚いたと語っていました。一体どのような体験をしたのでしょうか。早速エピソードをご紹介します。私はアメリカ人、半年前から日本の大学に留学している。日本を選んだ理由は、アメリカで日本の製品の質の高さに感動し、将来日本の企業で働きたいと思ったからよ。日本に来てから、日本ならではの様々な光景を目の当たりにし、やはり日本に来てよかったと実感しているわ。例えばこんな感じかしら。接客の質の高さ。日本のお店で買い物をすると、店員さんがとても丁寧に、そして親切に接してくれるの。買いたい商品が見つからずに困っていたら、店員さんが声をかけてくれた。アメリカでは、レジでお会計をするときも、終始無言の店員が多いから、日本の接客の質の高さにはとても驚かされたわ。電車の中でのマナーの良さ。初めて日本で電車に乗ったときに緊張してしまったわ。電話で話をしている人が誰もおらず、マナーが良すぎたからよ。いつものように電話で話そうかなと思ったけど、慌ててバッグの中にスマホを戻したわ。自動販売機の多さ。日本には通りのあちこちに自動販売機がある。飲み物だけではなく、食べ物を販売する自動販売機まであった。治安が良い日本ならではの光景よね。アメリカにも自動販売機はあるけど、通りにはこんなにたくさんの自動販売機はない。日本でカルチャーショックを受け続けている私だけど、中でも驚いたのは、ある食べ物だったのよ。それは、唐揚げ。日本のフライドチキンね。日本でそんな唐揚げが大変浸透しているということにとても驚いたわ。大学の学食では、唐揚げ定食が大人気。学食では、唐揚げ弁当も販売されている。街を歩いていても、唐揚げという言葉をあちこちで見かけたわ。唐揚げ持ち帰り専門のお店も多い。コンビニでもレジの横にあるケースの中で唐揚げが売られているの。大学に唐揚げが大好物という友達がいるんだけど、唐揚げの日本一を決める唐揚げグランプリなるものも開催されるらしい。なんなの？唐揚げって。日本ではこのように唐揚げがとても人気がある。唐揚げを食べようと思えば、いつでも食べられる環境にあったわ。でもね、この時までに私はまだ唐揚げを食べていなかったの。だって、学食で友達が唐揚げを食べるのを何度も見たけど、心の中でこんな風に思っていたからよ。ちっぽけなフライドチキンね。もともとフライドチキンよりもステーキ派ということもあるけど、日本の唐揚げは小さくてボリュームが足りないように感じていたの。だからとてもチープなものに感じたわ。こんなの食べるならもっとボリュームのあるフライドチキンがいいわって思ったのよ。日本の大学に留学して数ヶ月が経過しても唐揚げを食べていない私だったけど、
唐揚げを食べる日は不意に訪れたわ。ある日大学の友達が私を自宅に遊びに来ないかって招いてくれたの。友達のママがお昼ご飯を作るのでお昼に来てほしいとのことだった。日本人が暮らす家に遊びに行ったことがなかったので、どんな暮らしをしているのかなってワクワクしたわ。友達と駅で待ち合わせをして、おしゃべりしながら友達の家まで歩いた。友達の家に到着したのは12時半頃。結構歩いたからお腹がペコペコだったわ。友達の家の中に入ると、優しそうな友達のママが出迎えてくれた。あと少しで全部作り終わるから椅子に座ってゆっくりしていてねとのことだった。私と友達がダイニングテーブルの椅子に座りおしゃべりをしていたら、友達のママが手際よく料理を運んでくれたの。野菜たっぷりの新鮮なサラダ、カレーライス、スープが次々と運ばれ、最後に揚げたてという唐揚げが運ばれてきた。唐揚げではなくてステーキだったら最高だったのにと少し思ってしまったけど、私のために作ってくれたので考えを改めて感謝して食べることにした。見た目はやはりフライドチキンを小さくした感じね。やっぱり小さいわね。味はどうなのかな。おそらくフライドチキンみたいな感じなのかな。全く期待しないで食べてみた。あれ？何これ？美味しいかも。いや、美味しい。初めて食べる唐揚げは、私が想像していた味よりも何倍も美味しかった。衣はザクッザクッとした食感なのに、中の鶏肉は柔らかくてジューシーだったの。味付けも想像していたものと全く違ったわ。甘い醤油のような味わいで、ニンニクの風味もしっかりしていた。アメリカでは料理に砂糖はあんまり使わないけど、日本の料理には本当に砂糖がよく使われていると思う。スーパーで何か日本的な食べ物を食べたいと思い、煮物やいなり寿司を買ったことがある。食べてみると甘みが結構強かったのでびっくりしたわ。日本のスイーツは甘さ控えめだと思う。でも料理に関しては甘みが強めのものが多い。唐揚げの味付けはお店や家庭によって様々で、友達の家ではニンニク醤油に漬け込んでから揚げるとのことだった。ニンニクを漬け込んだ刺身醤油を使うので甘みが感じられるそうよ。唐揚げの衣がザクザクしているのは片栗粉をまぶしているからという興味深い話も聞くことができた。片栗粉を使う場合と薄力粉を使う場合があるそうなんだけど、仕上がりが変わるそうよ。片栗粉をまぶして揚げるとザクッザクッとした食感に仕上がる。でも冷めると食感が落ちたり衣が剥がれやすくなるため、揚げたてを食べるのがおすすめとのこと。一方、薄力粉をまぶして揚げると揚げたてはサクサクした食感になる。冷めるとしっとりするけど味は落ちないし、衣も剥がれないのでお弁当のおかずにすると美味しいとのことだったわ。友達の家で唐揚げを食べてから、唐揚げに対する見方が大きく変わったわ。唐揚げなんて小さなフライドチキンじゃないと思ってたけど、フライドチキンよりも美味しいと感じたほどよ。私は唐揚げに変な先入観を持ち、日本にいるのに唐揚げを全く食べてこなかったことをひどく後悔した。日本の唐揚げは種類が豊富らしい。いろんな唐揚げを食べてみて、自分の中で唐揚げナンバーワンを決めたいと思った。その後、様々な場所で唐揚げを食べたんだけど、醤油や塩、ニンニク醤油が唐揚げの基本的な味付けのようね。でも、こんな珍しい味付けの唐揚げとも出会った。甘辛いタレを絡めた唐揚げ。日本では、甘辛いとか甘じょっぱい味付けがとても人気があるそうよ。甘辛いタレを絡めた唐揚げを見たときは、正直合わないでしょうと思ってしまったわ。タレをたっぷりかけているので、唐揚げならではの衣の食感が損なわれてもったいないとも思った。でも一口食べてみると、白ご飯が止まらなくなったわ。衣はしっとりしていたけど、これはこれで美味しいなとも感じた。海苔塩。ポテトチップスに海苔塩味があるけど、まさか唐揚げにも海苔塩味があるとはね。アメリカでは、日本のように海藻を食べる文化が浸透していない。
青のりを唐揚げに使うという発想には驚かされた。青のりは初めて食べたけど、爽やかな風味がしたわ。激辛。激辛グルメといえば韓国が頭に浮かぶけど、日本でも激辛グルメが浸透しているらしい。激辛パウダーがたっぷりまぶされた唐揚げは、さすがに一口食べてギブアップしたわ。澄ました顔で激辛唐揚げをパクパク食べている友達には驚いたな。いろいろな唐揚げを食べ歩いたけど、私の中でナンバーワンの味付けは、やはりニンニク醤油よ。お醤油の甘さと、ニンニクの風味がたまらない。それから、こんな変わり種の唐揚げとも出会ってしまった。なんと唐揚げとパンをコラボさせているの。唐揚げは白ご飯のおかずと思い込んでいただけに、コッペパンに挟まれた唐揚げを初めて見たときは、思わず二度見してしまったわ。しかも、キャベツまでサンドされているの。でも、意外に美味しいの。甘辛いタレで和えた唐揚げとキャベツの千切り、タルタルソースの味付けや食感が絶妙だった。白ご飯とも合うと思ったけど、パンとの相性も抜群だったわ。パスタの上に乗せて食べても美味しそうよね。日本の唐揚げが大好きになった私は、唐揚げについてもっと知りたいと思い、いろいろ調べることにした。唐揚げの歴史について調べたところ、唐揚げという名前の由来は、中国の普茶料理にあるそうよ。小さく切った豆腐を油で揚げて、醤油などのタレで煮た料理を、中国では唐揚げと呼んでいるそうよ。油で揚げるというのは同じだけど、日本の唐揚げとは全く異なる料理よね。今ではすっかり日本人のソウルフードになっている唐揚げだけど、唐揚げが様々な場所で食べられるようになったのは、ここ30年から40年くらいとのことよ。それほど昔のことではないことに驚いたわ。日本は戦後、食糧難に備えるために、養鶏場をたくさん作ることを国の政策として掲げた。その政策の下で、様々な鶏肉料理が作られるようになった。唐揚げもそのうちの一つとして、徐々に広まっていたそうよ。日本の中でも、特に唐揚げ専門店が多く、唐揚げが愛されているのが大分県であるとのことよ。大分県は一人当たりの鶏肉の消費量が全国でトップクラスらしいわ。大分県名物の中津唐揚げは大分だけでなく全国的に知名度が高くファンが多いとのこと。唐揚げは中国から伝わったと言われているけど、日本で独自に進化した料理と言えるのではないかしら。日本の唐揚げ、美味しくて最高ね。以上がエピソードの概要です。そんな日本の唐揚げの美味しさには、海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますので、ご覧ください。海外の反応。日本人に君たちは、世界一のフライドチキンを持ってると言うんだけど、誰も俺の言うことを信じてくれないんだよ。俺は絶対に唐揚げしか食べないのに。ファミリーマートの唐揚げの美味しさには圧倒された。オイラの国のコンビニのフライドチキンとは比べ物にならないからね。今まで食べたチキン料理の中で一番美味しかったのは、日本のセブンイレブンの加熱調理台から出されたばかりの唐揚げさ。やべえ、思い出してしまったよ。日本の唐揚げはソースなどは必要ない。そのままで十分美味しい。それをストロンゼロで流し込む。はぁ、その繰り返しだけでハッピーさ。日本のレストランの真似をしてレモンを絞って食べると本当に美味しいわ。唐揚げは世界一美味しい鶏肉のフライ料理よ。唐揚げはアルコールにもちろん合う。でもライスにもとても合うんだ。食べ過ぎに注意しな。自分が好きな唐揚げは餃子の王将の唐揚げ。餃子はうまいが唐揚げもうまいよ。日本の唐揚げをフライドチキンって翻訳するのやめないか？全く違うから。以上が海外の反応です。日本の唐揚げを食べたことがない外国人さんの中には、唐揚げの美味しさに期待していない方も少なくないようです。でもサクサクして味付けがしっかりした唐揚げを食べてみると、その美味しさにハマる方が続出するようです。では今回は、ここで美味しい作り方をご紹介します。ぜひ試してみてくださいね。
1. 鶏の唐揚げの準備と味付け。唐揚げはジューシーな仕上がりになるので、鶏もも肉がおすすめ。鶏肉は芯までスムーズに火を通しやすくするため、室温に戻しておくとより良いようです。まず、鶏もも肉は食べやすい大きさ、3から4センチ四方にカットし、生姜は皮ごとすりおろします。切った鶏肉をボウルに入れ、調味料、醤油大さじ2、酒大さじ1を加えます。そこにおろし生姜をぎゅっと絞って、生姜の絞り汁だけを加えます。鶏肉に下味を染み込ませたいので、しっかり揉み込みましょう。漬け込み時間は15から20分。15から20分経ったら、漬け汁を捨てますが、漬け汁の残し加減もポイントです。漬け汁が少し残った状態で片栗粉を混ぜ合わせることで、唐揚げの衣にも醤油味がついて、香ばしさがアップするようです。片栗粉大さじ3から4を加えてよく混ぜ、手にしっかり絡みつくくらいねっとりすれば準備完了です。調理のポイントは、鶏肉に粉がつきすぎると食感が悪くなります。鶏肉を粉の上で転がすようにまぶしましょう。鶏肉に粉をまぶすとき、ポリ袋を使うと便利です。口を閉じて袋を振りながら、鶏肉にまんべんなく粉をまぶし、取り出すときに余分な粉を振り落とします。ポリ袋を使うと手を汚さずに鶏肉にムラなく粉をつけることができますよ。2. 唐揚げの美味しい揚げ方。鶏肉を揚げるとき、できれば二度揚げすると中はジューシー、外はカリッと仕上がります。まず揚げ油を160から170度に熱します。ポイントは熱した油に菜箸を入れてみて、細かい泡がすぐに上がってきたら170度です。少ない量の油で揚げると、油の温度の上昇が早いので、鶏肉の温度がゆっくり上がりつつ、油の温度が上昇して外側がカリッと上がります。鶏肉を入れたら温度が下がるので、少し火を強め、160から170度で3から4分ほど揚げます。そして一度、すべての鶏肉を取り出します。取り出した鶏肉は、そのまま4から5分休めます。この間に、鶏肉にじんわりと火が通ります。鍋の火加減を少し強めて、180から190度に温度を上げておきます。休ませた後、油に鶏肉をすべて戻し入れ、高温の油でカリッと1から2分揚げて取り出します。しっかり油を切って器に盛り付け、好みでレモンのくし切りを添えて完成です。レモンを添えることでさっぱり食べられますよ。また、レモンに含まれるエリオシトリンが腸での脂肪吸収を抑えてくれるようです。ここで豆知識。小麦粉だけを使った場合は、肉汁がしっかりと閉じ込められているので、柔らかくジューシーな食感になり、家庭の味の唐揚げになるようです。また、片栗粉だけを使った場合は、竜田揚げと呼ばれていて、揚げたてはサクサクとした食感、冷めると衣が油っぽくなるので、揚げたてがおすすめです。そして、小麦粉と片栗粉を同量ずつ混ぜると、揚げたてはカリカリと香ばしく、ジューシーさもあり、冷めても美味しいので、お弁当にも向いています。そして裏技。鶏ももの下味付けに、マヨネーズをちょっと使用すると、鶏肉が柔らかくなり、ジューシーに仕上がるようですよ。さて、明日は唐揚げはいかがですか？カリカリでジューシーな唐揚げは最高に美味しいですよね。私はレモンをちょっとだけかけて食べるのが大好きです。皆さんのお好きな唐揚げの食べ方はどんな食べ方ですか？よかったらコメント欄で教えてくださいね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか？ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。では、今回はこの辺で。アコがお届けいたしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。